どうも、皆さんこんにちは。というわけで、今日はね、なんと、スーパードラゴンボールヒーローズの高レートカードを売ったら、一体、いくらになるのか、やっていきたいと思います。聞き取れませんでした。まずね、売るカード紹介、いきたいと思います。まずね、エントリーナンバー1、クレジット。エントリーナンバー2、悟空ブラック。エントリーナンバー3、仮面のサイヤ人。エントリーナンバー4、黒仮面のサイヤ人。はい、お待たせいたしました。詳細はこちらになります。情報等は全て問題ございませんでした。お値段はこちらになります。合計でこちらで再開なさいますか。あ、じゃあお願いします、はい、結果発表ということで、エンターキングシェイクワデさんに行って買取してもらいました。でね、まあ1枚1枚紹介していくので、まあね、よければ見てください。まずは1枚目、悟空ブラック。まあね、結構多分相場落ちてきてるのかな。買取が2800円。うん、まあまあまあかな。2枚目、仮面のサイヤ人のサイロクの方ね、それが4500円。まあこれはね、順当じゃないかなって思ってます。で、次3枚目、黒仮面のサイヤ人、こちらが3200円。まあまあかな。なんか前、秋葉原のトレカ洞窟、トレカの洞窟か、あそこで見たときは4000円でした。まあちょっと下がったのかなって思ってます。4枚目、魔人ドミグラ。魔人ドミグラはまあ2000円なんですけど、まあまあまあ、そんぐらいでしょう。5枚目、ベジット。こちらが、やばい、落ちたね。3800円でした。6枚目、ピッコロ大魔王。こちらが2000円です。まあ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 って感じですね。UR の中では高い方ですよね、多分。次、ベジータ。シェンロンベジータね。これが1200円。まあ、これはね、相場とはあんま変わんないですね。7枚目、孫悟空少年期。こちらは800円でした。まあまあだよね。800円かって思ったけど、まあ、UR にしては、いい方なんじゃないでしょうかね。次が、ボージャック。ボージャックスーパーレア。これ驚き。結構ね、傷はあったんだけど、傷なしで見てくれました。買取額がなんと2000円です。いやー、これは結構いったよね。だいぶ僕も驚きました。合計額が、こちら。合計17点で、27,600円になりました。いや、こんなになると思わなかった。まあね、このお金でね、まあ、リパーなど、回復していきたいと思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。この動画が良かったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた、皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。